秋に紅葉が見られなくなるかも。こんにちは、気象予報士の宮崎由衣子です。皆さんは秋といえば何が楽しみですか？食欲の秋、スポーツの秋。今回は秋の楽しみの一つ、紅葉について気になる情報をお伝えします。うわー、綺麗。今年も紅葉が美しい季節になってきました。紅葉をめでる習慣は平安時代から始まったと言われています。日本各地にある気象台では毎年楓がいつ紅葉したかを紅葉日として観測しています。その美しい紅葉も気候変動の影響を受けているのです。ではここでクイズです。高知地方気象台が観測している楓の紅葉日は1980年代から2010年代にかけてどのように変化しているでしょうか？1. 早くなっている。 2. 変わっていない。 3. 遅くなっている。さあどれでしょう？正解は3、遅くなっているです。気象台では楓の基準となる木の全体を眺めたときに大部分の葉の色が赤く変わった状態になった日を紅葉日としています。1980年代は平均で11月23日でした。では2010年代はどれくらい遅くなっているのでしょう？なんと12月4日と10日ほども遅くなっているんです。気象庁では季節の進み具合など総合的な気象状況の推移を知ることを目的に植物の開花や紅葉を観測した日を記録しています。楓は最低気温が10度未満になると紅葉し始めると言われています。この先も気温上昇が進むとさらに紅葉の時期が遅くなったり葉の色づきが悪くなったりする恐れがあります。私たちの季節感や紅葉の名所での伝統行事や観光にも影響を及ぼす可能性があるんです。ご覧いただいたようにこの地域でも気候変動の影響を受けて身近な植物にも変化が起きつつあります。こうした気候変動や地球温暖化を進行させないために日本では2050年までに CO2 などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指しています。そのために私たち一人一人ができることは何でしょうか？まずはクールチョイスを検索してみてください。